昔の受験生だった時の苦労はもう語るまい昆虫をほうとうして思いはてなし合格を知った今朝その思いは喜びは果てしなく広がっている春風異を得て馬蹄へやし春の風を受けて私は得意げに馬を狩る一日見る長安の花 合格者には皇帝からご褒美ということで庭園の牡丹の花を見に来いと呼ばれているそこにこれから向かっているということでこれは家去合格の喜びをうたった漢詩これを書いた毛虎という人は家去に受かった時46歳であったはあまあ18 から受け始めたとして20年以上家教を受け続け歌教っていうのは3年に1回しかないからまあ9回目でやっと受かったとその喜びを歌った詩でこれはもう時代を超えて全ての受験生にこの思いは通じると思う今日々追い詰められてもうカリ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  してるまさに悪せセクしている受験生諸君しかし君には春風得意馬を狩るそういう日が必ずやってくるその日のことをいつもイメージして寝る前に受かった時のことをいつもイメージしてだから今は頑張る今はいろんなことを我慢して頑張る日々自分のできることをやっていくこれしか道はない受験生頑張れ 悔いのないように戦え。